はい、こんにちは、ケンです。ということでやっていきましょう。人狼ジャジメント。今回はなんか変わった部屋っぽいですね。人狼に占い1、霊の1、狂人1、双子2で、賭けありの部屋なんですよ、これ。役職賭けありの部屋なんで、市民が1発生してるってことなんだよね。なんか別名 8CFO と呼ぶらしい。初日占いあり、役賭けあり、配役都合上市民は必ず1人発生します。市民賭けはない。なるほど。さて、え、なんすかこれ。は、こんなことあんの。カミングアウト、カミングアウト。あ私は確定村。え、クリスカケじゃないの。クリスすれば。まあ、ローラ・ソフィア・ロラがいいか、まあ。順番どっちからでもいいよ。ローラ把握。ローラ自害すんのか。じゃあローラでいい？占いかけ神釣りなら終わるやろ。クリスが黒で逆にこの出方するかな。ん？クリス目線占いかけじゃないんじゃね？クリス、この村の一旦よろしく。ローラ目線。いや、霊能目線クリスリじゃないよ。霊能新目線対抗すればいい話だろう。狼かけってありえんの？
もうスーザンが投票したから合わせた。10秒前。わあ、強靭か。10秒前。うん。うん。うん。あ。クリス・ソフィア・ローラーでおしまい。あれ？これさ、クリス、あー、ダメだ。スーザン村ならとか言ってる時点でもうダメ。ソフィアの黒要素とか持ってきたらいいの？リーノがひどすぎる。クリスから釣りじゃなくて、うん、クリス・ソフィアでいいですかの発言だよ。は？クリスって、うん、クリスが私に黒出してる時点で、クリス、うん、いいだから、クリス・ソフィアで釣りをすの、何がおかしいの？ソフィア、クリスで、ローラ白なんですよね。なら、うん。だから、クリス・ソフィアと言いましたが、そして私たち村目線ソフィア・エリックにワンウルフオアツーウルフなんだよな。はあ。どうぞソフィアから釣ってください。だから普通にどうでもよくない？スーザンの主張でなんか、うん、村が、うん、時短よろしく、時短よろしく、うん、
エリック、クリス、身内切りする意味とか、君たち確定黒、クリス目線、クリス、な、あるんじゃない？ないか。白、黒、まあ、シン、ないか。クリス目線、シンないか。ソフィア。あー、もうスーザンが勝手に思考ロックマンされてる。これ相当難しいね、これ。シン主張すんの。なんでこれ遅れて出てきたクリスにシン見るんだろう。どうしようもないとしか言えないよな。遅れて出てきてシンって言い出すってこと。ああ、クリスのミスだけど、霊能黒、クリスって、霊能かけ、ローラ黒、エリック黒、じゃあ何かけてんの。え、黒今日ん、それでもニクロじゃん。は、クリスはソフィア、エリック、クリスはレ、え、あー、そう、クリスの偽要素、偽要素とかなくね。ソフィア、がクリス黒透けてることかな。あと言うとすれば、ソフィアのこれぐらいしか言えないよな。その2点ぐらい。エリック偽要素どこにもない。ロディが、スーザン騙すためじゃね。黒透けてるからこそ占い釣り押せてる。そこ要素にスーザンが取らないというなら、
クリスがこの村、黒つけてたら占い釣り押さないでしょう。じゃあ遅れて使用してきた。霊能たちが真っ先にクリスすり押してる。クリスすりよりも霊能釣りの方が考え変えてローラ釣りに変更してる。1分前、ちゃんとログは全部見ましょう。ローラ、ソフィアは変えてないよ。ローラでもソフィアでも同じ。ただ30秒前、とりあえずダメそうだな。あのクリスの遅れて使用忘れてません。遅れて使用理由全くない。ああこれきついな。これもう要素取れねえぞ。遅れて使用し芯取れるんだったらもう無理だな。他ないもんね。ほぼどうしたら勝てるんだこれ。ほぼ運ゲー一縄猶予ない部屋でしょ。超きついな。エリック・ソフィア・ツールフ見えなくない？見えません。ジジ、おつ。